我が家中には豪の者が足りぬ武士の常識にとらわれていてはこの乱世は勝ち抜けぬわ小笠原がまた不穏な動きをはい北の国境で敵兵が何やら様子を伺っていると誰か偵察に行かせろ腕利きの偵察は出払ってしまっています

はい。But I guess if

時行き様がガシしたら血筋が耐えるんだ。That's a bit excessive. ほっといていこうぜ。な、急ごう。防寒はこんなもんか。湿気特性の与えりこそでやっぱりあったかいね。これ一枚で十分だな。軽装の方が疑われないし逃げやすい。

酸っぱいものばかり食べたり。赤子でもできたのか?。なに考えてんすかね。さあ。振り回されるのはいつものことだが。ただ。心配そうに送り出してもらうのは。少し嬉しい。フン。幕山名の。これまでにたどり着けたな。パッと見は平和そう。

強い若さま… <laughs> 早くみたいな… she's holding h と一押おし…がんばれー…がんばれー…ん <laughs> …らは、あやかされていたのか気づけ…その場で…小次郎…ア子、時行き様の逃げ上手は、絶対ではない…寝が平和な性格ゆえ、油断もするし…かわせない攻撃もまだまだ多い…経験豊富な歴戦の武者… ど能を有する変則の武者人の息を超えようとしている武者そういう怪物たちの前では時々様とて逃げ切れる保証はないだから、二人とも油断なく成長を続ける侍であれを、well, んつけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見

ご無礼をお許しください。吹雪、okay. そこのお二人からけだものの気配がしたので、てっきり変装した敵の石膏かと。はあ、自分は吹雪と申します。<laughs> 各地を放浪し、使える主を探しております。あれ、じゃあ、<laughs> ここの村人じゃないの？はい。三日ほど前に飯を声に立ち寄ったのですが、<laughs> 小笠原の旗印の数人に襲撃されていたため。

全員幼子で敵よ、を三度も全滅させたの。いいえ彼らだって、立派な戦力です今のように松明です。イマノヨニ、タイマツでテキノキオチラセそリー。をれを活かせる強い主君を探していますがどうも自分には How perfect is that? <laughs> yep. He's looking for someone to follow, and Tokiyuki shows up right there. That's so random. <laughs> <laughs> Works out for him pretty good, though. But if he does go with Tokiyuki, who will look out for all these children? They couldn't get a sua with him. そんな話初耳だぞ。皆気づいていないだけです。この村は人口は少ないが攻めにくい地形。守備兵が100人もいれば難攻不落の要塞に化ける。小笠原はここを占領して軍を置けば国府か,から攻め込む際にも上なく優力となる。スワリオの豊かな大集落、浅田の庄を挟み撃ちにできますから。

フブキ兄ちゃん、3日で村のたくあえ食べ尽くしたのなに<何>そう、<Wow. S 3> なので、もう村を守るのは限界かなと村の危機の原因がいる戦略眼はすごいのに、食料計算はできないのか寒いからですかねいくら食べても温まらなくてそういえば、私がフブキ君と初めて会った時もあ もらった捧げ物は忍びてくれてくしてた拭たクマに取られたことにしてごまかしたけどうちの神様、お腹減ったって泣き出して大変だったうえー、アワビ食べたかったよ Is t h a いや、あの時は本当にすまなかった何せ空腹と幼子の頼みには逆らえない立ちで本当に面目ない兄様

天下奪還の助けとしてあと内緒で剣術を教わってあの二人に尊敬の目で見られたい <laughs> ところで兄様 <laughs> <ん>父様が妙に心配してたのが気になります兄様の安全な未来が見えてないのかもこの村がいくら重要でも兄様の命が大事村は一旦放棄して子供達を連れて

どうして <laughs> <laughs> <'s> <laughs>

Ah. A lot of cutting up heads here. Who's already dead? That wasn't necessary. Uh? This August guy is sick. <laughs> the ending scene with M and the villagers' dead bodies. What's wrong with him? And it seems like he was just drinking straight up blood. Or he mix it with the saken, I'm not sure. On a rather note, Fubuki. A very well trained warrior. Seeking a leader. And randomly just there at the village. The village that we're obviously is gonna need some protection in this upcoming fight for war. Seems a little bit too good to be true for me, you know? I hope it's not that he's gonna betray them, but it's seeming like that way. And I guess going into his character design a lot of the white hair or gray hair captures sentence. they're seen as evil but i guess we'll see what happens thank you all for watching with me and i'll see you guys in the next video